どうも、くまです。本日は、11月30日までの250万人記念キャンペーンの、最終日ということで、早速ね、引いていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、私持ってないのは、残り、星5限定を除けば、ヒサメとシンツァ、ベルグの3体のみとなっておりますので、ベルグをね、引いていこうと思います。じゃあ行くか。キンポス使用して、こんな感じですね。黒封筒が14枚、星5、星4封筒が1枚、そして星5封筒が1枚ということで、意味もないんですが、キンポスは使いました。今日で終わっちゃうんでね。じゃあ早速引いていこう。ニューがあれば、もうその時点で勝ちなんですよ。来ないだろうな来ないだろうな。さすがにもう残り3体しかいないんで、それを引ける自信はない、正直。星3オール。メンテまでって書いてたけど、いつメンテなのかな。現在時刻4時なんですけど、6時とかなんですかね。お、レオナ。現在時刻5時だ。すいません。さあ行こう。来ないね。お、糸ちゃん。夜と書いて、よひとよ。繊維の糸で糸。糸はよひとよと申します。よろしくお願いします。かわいい。これでまた覚醒が進みましたね。オッケーオッケー。さこい。ニュー来ないな。そう簡単には来てくれないな、さすがにな。いやー、来ないよな。来てくれたら嬉しかったんだが。はい。おお、おなんだ、誰だこれ。ちょっと待って、星5なかったよ。新キャラか。いつ出た新キャラだ。あんま知らないな。ニューだから知らないのもある。さあ次行きましょう。この中から一人だけ、はい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 。わらわ、すごい人を採用したね。さあ来い。さすが社長。カモン。この中から一人だけこの人を採用するの。私エリー。なかなか来ないな。ちなみにね、この11月30、今日からですかね。新コラボが来ますね。ついにね。またそれは動画にしよう。新たに。ちょっとずつ盛り上がってこればいいな、また。このコラボで。はい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 。最近ね、カンパニアちょっと下火なんですよね。ユーザー的にも。下火のイベントしかないし、盛り上がることをマジで祈ってる。おうか。いやー来ないなー。さすがにやっぱニュー星5は来ないっす。おおおー、ジークリ。かわいいっすね。ジークリットよ。私にふさわしい場所だといいけれど。いいね。いいなぁ。初期のね、星5なんですが、未だにね、実力は健在といったところです。さあ、黒封筒ラストとなります。はいよ。おぉ、また糸ちゃん？あれなんで？糸確率アップしてたっけ？なんでだろう。なんか糸確率アップしてた気がしないけど。じゃあ星5、星4黒封筒。カモン。うい。誰。いや知らない。いいや。でもなんかさっきの剣士と多分同族だね。なんかイラストが似てるわ。じゃあラスト。
五つ星の黒封筒。へい。お、勝ったこれ。おー、ベルグ、最初の予言通り引いていく。別に愛はないですよ。はい、ということで、あ、ごめんまだ続いてたのか、お話が。悔しい。ということでちょっと整理してきます。はい、というわけで整理が終わりました。まあ、なんとね、今回星5が4体、しかもニューのベルグを手に入れるという結果ですね。まあ、イト、ジークリッド、イト、ベルグと、いや、素晴らしい結果だったんじゃないでしょうか。これで残り持ってないのがヒサメとシンツァーという感じになりましたね。いや、マジででかいな。まあ、とりあえず引き継ぎしましょうか。いや、ベルグはでかいな、マジで。これでマジであと2体だな。もう、ここまで来たか。さあ、ヒサメを引き継いで、2個の能力アップですね。覚醒3か、これで。いいね。一気に強くなった感じがするよ。もともとね、ヒサメはね、鬼強い子ですが、さらに増して強くなった。あとはジークリットですね。ほいっと。いい運動になったみたい。ヒサメはエピソード何まで出てるのかな ?1 だけなんすかね。まあ、とりあえずちょっとキャラクエ見てみましょうか。それでは今回新しく手に入れたベルグのキャラクタークエストエピソード1、幼年期の終わりにやっていきましょう。よろしくお願いします。私が出ましょう。ベルは結構偉いポジションなんですね。大臣というのはちょっとびっくりですが。問います。君はなぜこの場に立ったのですか？そこまで。我こそはノエムにしてバルキュリアの騎士。ノマドアの名、覚えておくがよい。
そこまでです。対象撃破。そこまでだ。我こそはノエムにしてバルキリアの騎士、ノマドアの名、覚えておくがよい。いや、かなりいいストーリーだったな。かなりいいストーリーだな。はあ、なるほど。お待ちしておりましたよ。はい、ということでエピソード2はなさそうなので今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ今日からね、また新たなイベントがスタートしますので、明日か今日かなにはまた動画あげようと思います。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。